すぎてやばい。覚えることは毎日多いですよ。今何割覚えとるって言ったら3割あと8割ぐらい覚えない。左目はなんか腫れてるんですよ。これ昨日からもう2日間ぐらいずっとなんかめっちゃまぶたかゆくて赤くなったの分かる？ここちょっとだけ赤いのめっちゃかゆくてかゆいまぶたまぶたです。でもううん、左目はもともとなんかめっちゃ腫れててさ、よく寝たので、よく寝すぎたぐらいなので久々に寝た。頑張ろうマジで、頭痛い寝ますじゃないやります。寝ますやって、ちょマジ頑張って起きて。あれな、寝ますとか言ってもたわ。本当は寝たい人みたい、寝たいですけどね。マジさっき本音が思わず、そう配信やらなあかんと思って起きたよ。そらでもみんなが起こしてくれたレベルで配信やらなと思ってありがたいです。じゃないと寝ちゃうもん、配信なかったら。さすがにもうやること多いのに、今日は配信もいいやとか思ってこのまま出たらほんまに明日やばくなると思って戦った、自分と。未来の自分がちょっとかわいそうかなって思いましたね。いつも後悔するので。でも毎回頑張れてるから頑張ります。今日もなんとかなるよねっていう思いなので。なんとかなるの本当に。悪魔のレナと天使のレナが今戦ってた。なんとかなるの？いや、いつもなんとかなってるから。いやいや、なんとかなるの？いや大丈夫だよ。いやいやダメだよみたいな感じ。え、そうやねんな、なんか追い込まれなさ、追い込まれなやらへんタイプ、マジで。いやマジなんとかなれって感じ、頑張ります。今日はね、だから今寝ちゃったからもうちゃんと起きてやります。ちゃんとね起きてねやりますね。いつも崖におるよな、確かに。眠い。帰省。マジさ、あれださ、もうマジこの数ヶ月じゃなくてこの数週間さ、マジでさ、もう帰省ずっと言ってる。キャーキャー言ってます。もうキャーキャーとか、こんな可愛いのじゃないの。レッスン場とかで、もう夜に。レッスン場は
大丈夫なので、防音なので。ちょっときついな、頑張る。え、マジさ、公演の疲れがもう抜けなさすぎて、先輩とかマジですごいと思う。マジレナってほんまにもう容量がなさすぎてさ、マジで困っちゃう困っちゃうわ、本当に。そう、5日間かかるからE コイン5日で、制服の目が4日で、他の公演は3日かかるので、はい、かかるんですよ。怪我していよー。絶対レナ顔焼けた気がしたのにな。今日の朝起きて、ほっぺが赤くなってて、え、もしかして焼けたかな。なんか筋肉痛はない、分からん、筋肉痛は大丈夫かな。え、マジ寝てまう、ほんまに。こんばんは。元気ですよ。食べてないけど。でもなんか寝たから復活。でもなんかマジさ、なんか人間が15分寝たら元気になるみたいな、よく言うやん。マジでそんなことなくて。だってね、事務所でも1時間ぐらい寝て帰ってきて3時間ぐらい寝たクク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 、寝ちゃった、寝ちゃったよ。めっちゃ寝てもった。4時間ぐらい寝たんちゃう寝てるやん、おもろい。寝てない風にさ、思ったでしょ。この眠さ。3時間も寝たらなんなら、もっとシャキッとしろって思うでしょ。マジで。シャキッとって思うんですけど。15分とかもスッキリとかせえへんから、全然。人によりますから、それは。もう私の場合違うんですよ。眠くて眠くて仕方ないぐらいも。起きられへん、まず。15分では。15分寝るなら、いっぱい寝てまう。15分寝るなら、なんか寝へん方がマシみたいな感じかな。で、そんでなんかリハ終わって、フリーでやったんですけど、リハ終わった後にご飯買いに行って、で、なんかパッてご飯食べて、10分ぐらい寝て。ね、しかも事務所で寝とうときにさ、めっちゃ怖い夢見てさ、レナ、こうやって事務所で寝とったねんな。こういう風に横にあって。でさ、なんかこのこっちの手に、なんかこうやって寝とうから誰かわからんねんけど、手めっちゃ握ってされて、あの握手みたいに。ここでこうやって誰かの手がこうやって伸びてきて、え、待って、誰かに手握られると怖い怖い怖いみたいななって、なんか金縛りみたいな起きて、で、起きて、で、ああ、よかった、起きたと思って、で、やばい、この縛りあったって花とかユアに言ってる夢を見た。そう、あれ夢の夢やったんやみたいな。夢の夢ってたまに見るくない？それを見ちゃって夢の夢見た。え、全然寝すぎてしんどくなら、もうもっと寝たい。13時間とか余裕で寝れる。
思ってて。やばない？めっちゃ怖くない？夢の夢見た。怖っと思って。それも夢やったっていう。うんうん。強いな、それ口。うわ、マジわかる、それ。もうずっとそういうのやってまうねんな、レナも。寝すぎて。夢の夢でそう、金縛りになってて。めっちゃ怖かった。うちのせいじゃない。頑張ろう、ほんまに。夢よく見るっていうか、最近まで見ひんかったけど、最近見るようになったかも。たまにだけど、毎日は見ひんかな。え、マジでまた寝落ちがほんまに恐怖すぎて、多分今寝たらほんまに、今寝て起きてやっても間に合わへん時間になってまうから、もうやばい。いや、やればいい話ですよ、怖くないですよ。また戦った。うん、夢の中で夢見たっていう夢を見た。頑張ります、今日もね。もうちょっといろいろたまりすぎて、なんかやることボーってしまう。話したのに。おもろすぎる。あ、危ない危ない、バグったバグったとか言っとくな。なんかさ、さっきっていうか、家で寝とうときに、今寝とうときに 2,3 時間寝てた気がするんやけど、2,3 時間寝てた気がするんやけどさ、めっちゃ連絡が来てたような、誰かから。夢かな。携帯見ずに配信始めちゃった。いや、マジちゃんと起きる、ほんまに。お風呂入ります、すぐ。うん、夢かも。湯船は入る時間がないのです。大丈夫、入らんくても。全部夢かも。もうちょっとで300日やん。ほんまに。こないだ200じゃなかった？おかしない？どういうこと？世界歪んでる。こないだ200日やったよな。もう94日経ったってこと？嘘でしょ。そんなことある？ほんまに？どういうこと？時間あったらっていうか、気分で湯船浸かる。お風呂に寝たことない。頑張ってね、ありがとう。あと1週間、7日か、あと。やば、早っ。おやすみ。ありがとう、眠くてごめん。眠いのにごめん。眠いのにっていうか、眠い感じ出しちゃってごめん。おやすみ。みんなも明日からお仕事頑張ってね。バイバーイ。おやすみなさーい。また明日ねー。バイバーイ。ありがとう。
バイバーイ。